Google のブラウザである Chrome から Google アカウントにログインし Gmail を表示しているのがこの画面になります。ここから Classroom にアクセスをしてみましょう。ここで画面右上の自分のアカウント名が記載されているところに複数のアカウント名が表示されている時にはこれから行う操作。 例えば、先生からクラスに招待されていて、その招待メールからクラスに参加をするといったことや、クラスルームからのお知らせを受信したときに、クラスの投稿のお知らせの詳細を表示するリンクをクリックする操作をした際に、自分の意図したアカウントではない別の Google アカウントからクラスルームを開いてしまうことがあります。 学校や会社から指定されているものと異なる Google アカウントからアプリケーションを開かないために、ここでは一度全てのアカウントからログアウトするをクリックします。もし一つしかアカウントに入っていないという方はログアウトの必要はありません。そしてもう一度クラスルームやその他の Google アプリを使いたいアカウントでログインしましょう。 クラスルームにアクセスするには、アカウントのマークの左側、...Google アプリから、画面右上から画面下の方にスクロールすると、クラスルームがあります。クラスルームのアプリをクリックしましょう。初めてクラスルームにアクセスした場合は、このような画面が表示されます。ここで、続行をクリックし、 クラスルームのホーム画面を表示しましょう。この画面のことをクラスルームのホーム画面、あるいはクラスルームのトップ画面と今後呼んでいきます。このトップ画面へのリンクを gmail のお気に入り登録をしたのと同じようにブラウザーからお気に入りに追加をクリックすることで、今後アクセスするのが楽になります。ぜひお気に入り登録をしてください。 すでに先生から招待されたクラスに参加をしていたり、招待メールを承認して参加している場合、あるいはクラスコードを入力し、クラスに参加している場合などは、クラスの名前がこちらのトップ画面に表示されているといった方もいるかもしれません。クラスの画面はよく使えますので、自分が使う Google アカウントから、 正しく表示させるためのアカウントの切り替えやログアウトの方法をこの動画を何度も見てしっかり覚えておいてください。